はい、どうもみ皆さんこんにちは。なんか中国の方でまた新しい世界が出た出たっぽいですね。ドラゴンハート。はい、なんかタイのお坊さんがおしゃれしたみたいな。<laughs> そんなそんななんか見タメしてますけど、読んでいきましょう。ストリートバスケットの再復刻選手センターロンシンロンシン対人っぽいな。<laughs> タイの僧侶みたいな感じ。まもなく掲載されます。 適当に読んできました。ちょっとこれ日本語を無理あ、中国語を無理やり翻訳したんで、ちょっとわけ、わけわかんないんですよね。さっき一通り読みましたけど。わかる範囲でちょっと考察していこうと思います。突然のリバウンドとダンクアクション。高く飛び上がり攻撃のミスショットをフープに、えー、まっすぐに打ち込みます。要はリバダンですね。はい。次。リバウンドまたは高いボールはジャンピングテスト状態になりますから、オープンジャンプボールには使用できません。要はこれあれですね。チップイン。 チップアウトみたいなもんですかね。これ、マーカスと同じパターンなんじゃないの <laughs> あんま使いにあったんじゃないの知らんけど。次。腕を高く上げて、テイク、テイクオフしてダンクします。強制でやっぱ誘発しません。え、センターなのに、ダンクができると。 何とか状態に入ると、ロンシェンが素早くダンクする前にボールをパスすることができます。初めてスタートは事前に5秒大倉計5を理解してください。<laughs> 要はこれ、このダンク中にパス当てるってことです。で、低いパスもらったらすぐにダンクできる。鏡みたいな感じですかね。まあ、今更こんなセンターでこんなスキルいりますかね。<laughs> よくわかんないですけど。スタート、<laughs> スタートボタンを使用し、 ショットをブロックし損こなで相手を、えー、確率で吹き飛ばすちょ。吹き飛ばす画面くれよと思うんですけど。で、空中に吹き飛ばされる確率が大幅に上昇する。<laughs> と、これは、見た感じこれ、よくわかんないですけど、なんかリバウンドを片手で取るみたいな感じですかね。 で、次は、リバウンド取って、これ、バウンドパスですぐ相手、あの、右肩にパスできるみたいな感じなんですかね。このバウンドパスは、あの、ヒカルに、あの、スールされませんかヒカルだけじゃなく、あの、笠松にもスールされないかもしれませんね。多分、これ見た感じですけど。で、ミドルショットはスリーポイントブロックが成功すると、高さのあるフリーボールにボールを投げ込み、ジャンプして競う。 どういうことなんすかこれ。どういうことなんですかねあれですかねこの、ブロックしたら、そのボールがすごく高く上がって、そこからさらにリバウンド勝負にできるってことなんですかね見た感じ、そういう感じに見えますけど。で、ギラギラコング状態に入った後、近距離からシュートをブロックすることに成功した時、クローズアップレイアップまたはクローズアップダンク。バックボードにボールをピン止めして直接ボールを手に入れるチャンスがあります。 要はこれ、ブロックキャッチってことですかね。ナツキとかできましたよね。これができるってことですかね。で、ミドルシュートや、3リーポイントシュートで相手の前に出て、距離感が不適切だった時、一歩前に出て、すぐエアスルー、ちゃんぽんブロックに繋げる。要はシャークみたいなことか。シャークのバーストみたいなことか。よくわかんないですけど、それがまた高く上に上がって、そこからリバー勝負みたいなことなんですかね。 以上ですけど、まあよくわかんないですけど、これパッと見、伊集院とか、ドラケンにかなうようなセンターではないと思いますね、今のところ。はい。そういうイメージですけど、そういうイメージですね、はい。<laughs> そんなに、今更こんなキャラ出ても、そんな、買うやついるか <laughs> そんな、イメージですね、はい。 はい、中国でこんな選手が出ましたという報告でした。はい。では。